昨日富良野の道道でオートバイと乗用車が衝突し、オートバイを運転していた70代くらいの男性が死亡しました。昨日午後0時半過ぎ、富良野市西6号付近の道道で南方向に走っていたオートバイと前から来た乗用車が衝突しました。この事故でオートバイを運転していた70代くらいの男性が病院に運ばれましたが死亡しました。また乗用車に乗っていた女性が顔を切る怪我をしました。現場は片側1車線の緩やかなカーブで、警察が事故の詳しい原因を調べています。